1歳と2歳の子育て中です。おー、かわいいですね。仕事は9時から18時です。おー、大変だね。とにかく、時間のない中から副業しようと思ったら、大悟さん、まず何から始めますかと思うんですが、9時から18時、仕事で、その先がね、なかなかきついと思うんですけど、職場までどれぐらいかかるかによりますが、まあ、睡眠時間は絶対削っちゃいけないので、8時間、取るとしたら、まあ、なんやかんや0時ぐらいまでにはこれ多分寝ないといけないですよね。0時とか10、23時ぐらいまで寝なくちゃいけないので、それで制限した方がいいですね。うん、そうすると188時まで仕事でしょ？ってことは時間としては、まあ、4、5時間の中に日常生活とプラスアルファで入れなくちゃいけないから、まあ、1時間から2時間ぐらいでできる副業から始めたらいいかもしれないですね。うん、時間がないんだったら。それと同時に、その自分が今やってる仕事の合間とかでサボれる時間だったりだとか、圧縮できる時間を作ってやってきますね。で、これはっきり言って仕事中に上手にサボって副業のための時間を作ったりとかするのは僕は悪ではないと思います。やることさえやっておけば。そもそも仕事って時間で取るもんじゃないと思うんですよ。時給とかあるんだけれども。やっぱりやることを全部終わらせたら別に終わっていいわけなんですよ。てかそうしないと本当はモチベーション上がらないはずなんで、上手にサボっていいと思いますよ。で、はっきり言いますけれども、皆さんが生きてるのは会社のためでも社会のためでもなくて自分の人生のために生きてるんで、だから自分の人生が幸せになるっていうのが一番大事なことで、その次なんですよ、会社のため社会のためっていうのは。だからよく社会的責任がね、有名人やとかいうやついますけど、バカなのって思うんですよね。その社会的責任の面で人間はまずは自分が幸せになる責任を取らなくちゃいけないので、そこからスタートするべきだと僕は思ってます。なので、その自分の中で確実に一日の中で自由にできる時間、だから例えばじゃあ3時間ね、会社から帰ってきたら時間があるなと思っても、まあ3時間ずっと集中するのは無理だと思うんで疲れてると思うんで、1時間とか30分とかでもいいので、まずはできるところからスタートしてだんだん上げててください。で、これと同時に仕事の時間を圧縮する方法を考えてってあげると、おそらく副業としては向いてるものが見つかると思います。何をやるかから考えると副業って難しいので、何ができるかから考えてた方がいいですよ。特に無理がないところから始めて、続けていけばだんだんレベルが上がってくんで当たり前ですけれども、そこから始めるのがいいと思いますよ。だから自分に時間がないんだったら何ができないじゃなくて、じゃあ時間がない中でできるためにはどうすればいいか、あるいは今は30分しか集中できないけど、それを続けていって30分が1時間、1時間が2時間という風に増えていくっていう風に考えるのもいいと思います。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。